A few moments later. This is not okay. This needs to stop now.今回使う部品はこちらになります。簡単にではありますけどご紹介していきたいと思います。こちらは今回モーターとして使うステッピングモーターです。こちらステッピングモーターを動かすモータードライバー IC の A4988 です。同じくモータードライバー IC にパルスを送り込むための IC555 です。 IC555 を動かすための抵抗類とコンデンサー類で、こちらは可変抵抗です。 IC555 を動かすための 5V を作り出すレギュレーターです。レギュレーターとコンデンサーです。こちらはスイッチです。こちらは D サブの25ピンで、いつも使っているバッテリーパックシステムに使います。バッテリーは今回は18650のリチウムイオン電池を7本使いました。リチウムイオン電池に取り付けるポリスイッチです。こちらは7個用意します。本体は 3D プリンターで作りました。こちらはバッテリーケースです。ここにステッピングモーターを入れます。スイッチと可変抵抗ボリュームはこちらに取り付けます。D サブコネクタはこちらから出します。完成しました。ほとんど全てのパーツを 3D プリンターで作ってあります。それでは動かしてみます。ステッピングモーターを使っていますのでかなりゆっくり回っています。こちらのボリュームで回転速度をある程度変えることができます。これがマックススピードです。これが一番遅い速度です。
秒針の関係なのかちょっとわかんないですけど、回転数を変えていくと少し振動が大きくなるポイントがありますけど、おおむね問題ないです。だいたい4分ちょっとでメレンゲができたので、ハンドミキサーとしてはまあまあいいものができたと思います。回転速度もちょうど良かったです。今回リチウムイオン電池を7本使ったんですけど、さすがにそれはちょっとやりすぎました。本体が結構太くなってしまって、重量も 740g もあるんで、男だったらまあいいですけど、女の人とか子供には結構きついかなと思います。電池が7本も入ってるせいで、電池の持ちはちょっと計算してみたんですけど、だいたい1時間半ぐらい持つんで、ちょっとオーバースペックだったかなと思います。実は当初はハンドミキサーとしてだけではなくて、いろいろ使う予定でいました。こうアタッチメントになってるんで、簡単に取ってちょっとこれも作ってみたんですけど、ブラシですね。ブラシに付け替えれば、こうブラシとして使ったり、こうやってスポンジに変えて、掃除用に使えるんじゃないかなと思いましたけど、まあ使えなくはないですけど、まだまだ改良が必要だなと感じたんで、今回はハンドミキサーとしてご紹介しました。今回いろいろまた改善点が見つかったんで、今後また改良版をご紹介するかもしれません。最後に充電なんですけど、以前の動画でもご紹介したんですけど、 D サブ式のバッテリーシステムなので、充電するときはここを外してUSB タイプの自作のリチウムイオン充電器を使います。コネクタをつなぎ替えれば充電することができます。